カタパルトによって投射された石は緩い子を描いて飛んでいく。弾道学とは発射された弾丸、爆弾、誘導弾、ロケット弾などの飛翔体の移動と挙動に関する学問の一分野である。弾道学は当初大砲の発生と共に始まったが、さらに遡れば投石器やカタパルトなど飛び道具による投射の研究にその方が生み出すことができる。軍事学の一分野ではあるが、 物理学から力学を介して数学にまで関係し、その一方では物質性にも絡んで科学との接点も持つなど多様な分野に関係している。コンピュータもその黎明期より強く関係し、膨大な弾道計算を処理する機械計算の延長で必要とされ開発が進んだ。現代でもコンピュータシミュレーションの分野で主要なテーマの一つとなっている。同分野では、 計算対象が、飛翔のみにとどまらず、爆年やとどろ記念、浸透る過程といった、詳細な実験観測が不可能な物理現象まで、広がりを見せている。弾丸や砲弾の発射においては、弾丸が砲身内に存在する状態と、発射口から飛び出す瞬間、空間を、放物線を描いて、弾道飛行している間、物体に衝突して運動エネルギーが、 対象の破壊となって現れる段階と、いくつもの段階によって細分化されており、そのおののに専門の研究者さえ存在する。それぞれは法内弾道学、カット弾道学、法外弾道学、終末弾道学などと呼ばれている。最も単純な弾道学モデルは、真空中に砲弾を投射した場合で、これは重力の影響を受け軌道がそれながら運動を続ける。 それを体現しているのが人工衛星で一定速度で発射された物体は延々と地平線の向こうへ落下し続けている状態となる。ただ実際の弾道学では弾丸の形状によって発生する空気の流れや重力を含む他の力の影響など様々な要素が複雑に関係してくるため単純な計算式でその軌道を表すことができない。 これらを予測の範疇内に収めようと、観測や実験や計算を繰り返す学問と言える。もともとは兵器の有効性を高めるための軍事研究の一つではあったが、宇宙開発では弾道学で培われた知識が必須のものとなり、弾道学は軍事だけにとどまらない科学研究分野の一つとなっている。ありがとうございます。